おはようございます。サスケの YouTuber のカノ様です。今日はなんと福岡からゲストを迎えて、この後対決をしたいと思います。イエーイ。ではゲストの松本さん。どうもこんにちは、松本です。福岡からはるばる、もう端から端までやってまいりました。お久しぶりです。お久しぶりです。お久しぶりです。なんだ、もう2年近くぶりぐらいですね。そうですね、時から2年間ぐらい。多分僕が YouTube 始めたばかりぐらいの時に一度お会いしたんですよね。そうですね、はい。懐かしいですね、あの頃のメンバー。今何をやってるのか分かんないですけど他の人ちょっと分かんないんですけど、ちょいちょい家中撮ったんですよね。あ、そうですね、なかなか会う機会が。そうなんですよ、もう久しぶりに僕も北海道に来まして、はい、ね、もう久しぶり来たっていうのに雨降って。そうですね、気温も低くちょっと残念ながらなんですけど当初予定してたこともできずちょっと、ね、どうしようもないので、はい、ちょっとなんかですね、そうですね、対決的なもの、はい、果たして面白くなるかどうかわかんないですけどちょっと今日は場所を移動してちょっとやってみたいと思います、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。止まらない無限ゲップパウダーです。これはね、ちょっと、いやもう本当はなんかこういうのをやるとなんかあれじゃないですか。なんか出尽くしてる感あるでしょ。もうね、やることがないんですよ。いろんなことを考えて、それが全部ダメだったんで、もうこれしかないんで、これやりましょう。やりましょう。これね、ゲップが出るらしいんで、ゲップ出したら負けっていうことで。胃がパンパンになるやつでしょ、大丈夫なのか。大丈夫ですよね。僕、胃が破れたりとかしないですよ、ね。それが怖いんですけど。じゃあ、ちょっとこれ、いきましょう。これそのまんま、粉を、はい、口に入れてもらって、水で、っていう感じです。でね、負けた方はどっちか。どっちか。これ、苦虫茶か動物茶。動物茶。苦いのか臭いのかですね。臭いのダメなんですよ。もう納豆とかもダメだし、匂い強いのダメなんで、まあ、ちょっとこれどっちかで、選んでもらって。うん、はいはい。きっと盛大にゲットしてくれるでしょう。あははは。でしょう。1個余ってますけど。やりますか。どうぞどうぞ。みんないるよ。いきますか。はい。怖いなもう。怖いな。いきます。本当に。はい。怖いな。怖い。そして3、2、1。もうずっと縛ってた。まあこういう感じか。飲み口は結構爽やかで、うん、美味しい感じがする。あもうそう、来た。あやばい、もう僕やばいですね。来たこれすごい。わあやばい、これねえ、やばいっすよね。発泡がやばい。この中で発泡してうまーっすなって。これやばいな。酸っぱいっすねこれ。うん、なんか、うん、さっきちょっとやばかったんですよ。飲んだ瞬間、うん、そんなやっぱミヤッとは来てるけど、うんうん、いやそうですね。いや本当に、いや本当に、いや本当にやめ。今すごいナチュラルに、ナチュラルに今絶対にちょっとやらせじゃない、ナチュラルな。一ゲット。え、マジで全然なんか、あれですね、我慢するとかなんてじゃなくて、知らないうちに出ましたね、今ね。生活習慣的な感じで。開けようか。これ、もう、はい、どちら、どっちかやるの決まってますよね。そうですね、どっちかが絶対やらないといけない。もう決まってますよね、これ。いやまあここはもうあれですね、じゃあ久しぶりに会ったんで僕は松尾さんと仲良くちょっと見ようかな。ちょっとやばいですね。止まらなくなってさあということでお湯ができました。ありがとうございます。すっげえ熱そうですね、しかもそのお湯も。いやまあまあ飲みやすいように。はい
ありがとうございます。はい。はい。うん、なんか、あの、二番煎じの緑茶みたいな。二番煎じの緑茶。そのぐらいの。これちょっと飲んでみてください。あ、ちょっと、あの、嫌です。嫌ですね。あのね、僕だって嫌ですよ、これ。苦いのとかって、あんまり好きじゃない。あ、そうなんですね。お疲れ様です。あ、匂いもそうない。ありがとうございます。ありがとうございます。苦っ。マジですか。めっちゃ苦。すごいこれすごい。あのね、いや僕もなんかエビの味がします。エビ、エビのね、なんかあの殻みたいな、ちょっと美味しい。ちょっと美味しい。うん、別に臭くないんですよ。美味しい。え、これ、いや全然、いや全然なんですよ。罰ゲーム。なんでまたこういうなんかもう肩透かしくらった感じ。そんなに、そんなこれはめっちゃ苦い。苦い、本当にすごい。センブリ茶より苦いじゃない。いや、これちょっと飲みながら、ちょっと全然多分センブリ茶と違った苦さみたいな。マジですか。これ全然そんなないですよ。匂いもないし。あ、ティーね、エビの、まあ、ティー、エビ風味でしょ。普通になんか こっちでやられちゃって、なんかちょっとわかんないけど、そんなこっちでやられてるから、ちょっといただきます。そのほうがきついかも。あほらほら、これすごい。あっ、あこれ飲んだら余計。あっ、これやばいですね。これ水飲んだら余計。苦いのが取れないですね、これ。これすごい。これもらっていいですか、これ。これなんすか、これ。お砂糖でしょ。あー、これも苦いっす。うわー。あー、これ。あー、これめっちゃ苦くないですか。めっちゃ苦いっす。これ。あー、これはすげえな。いや、そんなわけないっすよ。いや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 、そんなわけないと思います。あ、いやいや、まずいや、ちょっとしたら、あの、あっち行きます。あの、松岡さんの方が普通のあれですよね。あれ、こっちがエビでしたっけ。エビじゃないです、ザリガニ。なんかでもそんな感じのザリガニ。まだ苦い。まずこっち、まずこっち失礼します。まだ苦い。失礼します。まだ苦い。まだ、もう全然でしょ、これは。まだ苦い。あの、緑茶、うん、あ、後味ちょっとなんか、違うなって感じ、うん、これ全部飲めんね、絶対。すごい、これ苦い、うん、これやばいっすよ、マジで。あやばい。あー、やべえ、これこれ無理ですね。これ無理ですよ。これ飲んでからこれ飲んで普通のティーだもん。いや、普通のティーだ。いや、ほんと、ただ本当に美味しいお茶ですよ、これ。なんか、苦い、苦いっていうか、シュワイ。ここら辺がなんか、シュワイ、なんか水分がなくなる感じ。聞いたことない人残るから、まだ苦いですもん。苦い、これ、うん、これは、これやばいな。やばい、これこそですよ、これこそ、なんまるやばいですよ。なんまらやばい。なんまらやばい。北海道弁。北海道弁。なんまらやばい。なんまらやばい。まあ、さらに言うとなんまらわやみたいな、ね。まあ、本当に。わや。わや。わやな話しますね。あ、すげえこれ。いや、これすごいですよ。ずっと残ってる。うん。うわちょっと汗かいてきた。消えづらい。消えづらい。意外。あ、ずっとや、これ。ずっとや。うわずっとや、これ。ずっとや。うわこれずっとや。これ絶対やばいやつでしょ、これ。あー、苦っ。うわー、あー、やばっ。いや、これ、結局3人とも飲んでるわけですよ。うん、なんてか飲んでる。これすごいわ。ちょっと半分ぐらいで。あ、はい、はい、先にいただきます。これ時間経ってるから余計エキスが出てるじゃん、これ。あはは、本当に半分飲みました、これ。結構残ってますよ、これ。本当に半分飲んだんですか、これ。もうちょっと、もうちょっと。え、だいだい
口の塩梅が悪い。口の塩梅が悪い。そう、北海道弁。あ、北海道弁。じゃあちょっと最後、飲み干しますよ、ここで。うっ怖い怖いうわーって、うわー、これやばいっすね。あーしばらく残りますよ、これ残りますね、これ多分もう1時間ぐらい残るんじゃないかぐらいのそしてゲップちょっと好きを持ってますけど苦くないですか？すごい苦い苦い福岡から遊んで松本さんを迎えて行きました。止まらない無限ギッパウダー罰ゲームで、はい、ドブちゃんと、苦虫ちゃんでしょすげえちょっと涙出てきた苦すぎてこの枠だけ見たらリアクション芸人みたいになってますけど、ね、はい、なんかすごい面白いチャンネルだっていうんで皆さんもご覧ください。いや、ありがとうございます。ありがとうございますすいません、何度もごめんなさい、止まらないですありがとうございました。さよなら、チャンネル登録よろしくお願いします。ちょっとこれ一口飲み、これ普通のお茶、臭いやつ臭いやつ全然臭くない。うん、なんか別に緑茶ねえねえ全然何も感じない、ね、全然何も、で、その後にこれ飲んでるこれこれ一気にね、一口大きくいってくれるともうなくなる。あー、ほんとだ、苦い。そんなもん